劇坂探求部筑波さんです。ゲストとしてこのチームの監督をお呼びさせていただきました。いやー始まるよー、すごっ、始まるよカレー、高さ綿密に本人似すぎ、ね、今から鳥居のところまで1キロで登るそうです。今回なんかポイントありますか？まあ、もともと階段だったところなんだよね、階段だったところを、はい、無理やり舗装にしてるんで、はい、まあ、時々休めます。あ、休んで失速しちゃうと次がきつくなるんで、もうそこはちょっと我慢して、もう逆に勢いをつけて、うんうんって感じで、うんです。わかりました。うんって、まあ、最大斜度が28かな、分岐のところは 28% あるんで、そこだけでちょっとね、足つかないように気をつけていきましょう。はい、じゃあ頑張るぞい頑張るぞい。1キロに見えないんだよな。最大斜度を超えた後がきついんで、はい、このさっき言った通り 20% 2分っていうのがあるんで、はいはいはい、あそこだけは本当に気をつけて。13時が短いだけで気分が楽だ。劇坂探求部やる究極はあれでしょ、タロコです、タロコ。何すかそれ、タロコ。一言で台湾、はあ、スバルライン、スカイライン、アザミラインを全部足したような感じ。やば KOM、 そう、私も10年前に1回出たんですけど。え、そうなんすか。日本人は外国人枠で出れるんで、予選がないんで誰でも出れるんで、ぜひ。本来予選があるんだ。なんかね、出場資格みたいなのがあるんですよ、予選っていうか、なんか他のレースでなんか何位内に入らないと無理みたいな。あ、そういうのあるんですね。さあ、始まったよ。あ、始まってた。ここはもうウォーミングアップ、ね、ぬるっと、あ、危ない、アウターで断熱するところだった。イヤタグがバイク盗まれたよって言ってるまたこれまではウォーミングアップですよ。さっきのせいでちょっと鈍ってるけど結構ありますね、ここは。12%あんだ。まだなんかね、許容範囲。そう、許容範囲、ここはね。確かに。ね、その鳥居をくぐると、この機械で、ちょっと階段区間に入るんで、なんかもう、ピンヒローで足つかえてるんだよ。え、鳥居間ですよね。鳥居間です。はい、え、あの鳥じゃないですよね。あの鳥じゃないです、真ん中にね、ああ灰色の鳥居があるんで。ああ、なるほど。まだまだウォーミングアップかも。いや、マジっすか。ここは序の口。これ何パーぐらいなんですか。14%ぐらいだね、これ。約倍っすね いやもうこれ十分激坂だけどね。ここは山本さん。鳥が見、あそこ左に曲がったら鳥が見えるんで。鳥くぐったら半分。半分か、でも。距離はね。パワー工程としては鳥くぐって 40% ぐらい。まあまあまあ。まあまあまあ、さっきよりはマシだ。あー、待って、あれ、あれの先行くんすか。あそこからみんな大好きコンクリートが始まるんで、まあまあ、ガチな反応。やばいないいリアクションですよ。動画用じゃなくてガチな反応する。やだよ行きたくないな、本当に。うわぁ、動画の説明してる、うんってやる、うん、あっ、あっ、あっ、あんまりやりすぎると、うんが出てこなくなるので、ちょっと要注意。うわぁ、やばい。でもここにね、16%ぐらいあると。そうっすね。だからあそこ取りかかったところは多分ね、いきなり 20% が始まっちゃうね、バン。うわぁ。楽しい。
ちょっと分岐のところで先に止まってるよ。Eバイクか、あれ。マジで今5倍ぐらいですよ、俺。うわぁ、始まるよ。うわ、やばいな、やばいわ。あ、階段ってそういうことか、これ。うわ、あ、これね。あ、なるほど。踊り場、踊り場。あ、やばい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 。うわ、あそこか。うわ、やばい。頑張って。この3つ、この3つが、ゴー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 。そう、この3つ超えたら、この3つが最大斜度。頑張って、ここ、ここ与えて。そう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 。くぅ、嘘嘘、これ左まっすぐ、最大斜度を超えた後がきついんで、はい、このさっき言った通り 20% 2分っていうのがあるんで、はいはいはい、あそこだけは本当に気をつけて。やばすぎる。頑張る。はい。あ、やばい。やばい。あ、やばい。もう一個長い。
しい。右向けてゴール。はい、お疲れ様。やば。はい、こっち戻っちゃう。どうでした？やばい。さあ、あとで星の数が楽しみですな、これはな。息整えてね。劇坂探求部。はい、お疲れ様でした。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 すごい劇坂2本もありがとうございました。とんでもないです。もうお腹いっぱいです。では今日の星の方、見ていきたいと思います。来た。来た。来たよ。13塚。お星3つ。おー、来た来た来ましたね。さすが、さすが13塚。いや、めっちゃきつかった。ただそれしかない。いや、あれはね、初見の方はちょっとびっくりしちゃう坂なんでね、ぜひちょっと今回の動画を見てね、ちょっとこんなもんだってちゃんと分かってから来てくださるようにしないとね。そうですね、あれ。とね、遭難されると困る。生半可な気持ちじゃ。生半可な気持ちじゃ。行かない方がいいです。ね、行かない方がいいと思いますんでね。途中に右に曲がるところがあったんで、もしコンクリート入る手前、四川水の時点でもやばいなと思ったら、途中に迂回路コースもありますんでね、ぜひちょっと地図を確認した上で、ちょっとチャレンジしてみてくださいってことで。はい。ちゃんとして慣れてますね。慣れてるよ。一山 TV よろしくね。他のチャンネルはあと、そうですね。あと、つくわ道。つくわ道もね、星3つ。よいしょ。なんか登るのにテクニックがいるんですよ。ちょっと今までの劇坂とあれも毛色が違ったと思うんですよね。いや、違いますね。もう元々階段だったとこもあって、やっぱり斜度がポンポンってくるんで、15% とかで真綿を締めるような坂と違って、本当にもうストレートをガンガン来るのをこうひたすらこう防御するような坂になってくるんで、ね、分かりやすい。はい、なんでそのパンチ力が必要になってくるんで、いや、俺坂普通に登れるしって人でも意外と登れなくて、逆に案外スプリンターとかの人の方があれ得意だったりするときもあるし、ガーンガーンっていけるんで、ただ、まあ、動画見ていただいた方もあるけど、最後の3つ超えた後の2分間の休憩なしの坂、あそこはもうクライマーじゃないとヒーヒーいっちゃいますんでね。まあ、ちょっとね、ここも覚悟して来てください、ね。あと、住宅街の中なんで、はい、あくまでも車とか来たら地球優先になってますんでね、安全運転に心がけて、何度でも挑んでくださいって話でね。よろしくお願いします。ありがとうございます。全部解説ありがとうございます。じゃあ、トミさん1個、1個いっちゃいますか。あー、ちょっと考えてなかったな。おっとおっと、ここはすぐ、考えてなかった。整いましょう。はい。お、整いました。劇坂も、はい、キャラクターも適度がいい。おーい。おー、それ濃いってことね。今日ね、激濃かったですね。いろいろ濃い、ちょっと濃いコースにしちゃったね。でもすげえ楽しかった。はい、ぜひ、まだね、いろんなつくば、いろんな魅力がありますんでね。はい、第2弾もあるって噂が。そう、はい、ちょっとね、勝手にこっちが言ってるだけなんで、ね。第2弾はね、ちょっとちっちゃい峠をね、7連発みたいな感じでね、ちょっとね、お届けしたいと思いますので、ぜひね、第2弾お楽しみに。ありがとうございます。勝手にいいのか、これ。面白い。すまんな。いや、面白いからいい。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ね、つくば遊びに来てね。はい。遊びに来てねー。